これはもう最高、はい、めちゃくちゃいいぞ。いや、これは素晴らしい。皆さんこんにちは、ジェイソン・レゴブルだ。いやいや、はい、今回紹介するレゴはこちら。はい、こちらレゴクリエイターワニです。はい、今回の動画ではこちらを組み立ててレビューします。はい、今回はついにこちらを組み立てる時がやってまいりました。ちなみにこちらは今年の夏頃に発売されたレゴクリエイターです。実を言うとこのレゴクリエイター、なんとレゴストア限定品となってます。22年生きてきた中でレゴストア限定のレゴクリエイターって僕の中ではレゴクリエイターエキスパートぐらいしかなかったんですけど、まさかの普通のレゴクリエイターもレゴストア限定品になるとは思いませんでした。ちなみにこれと同時に発売されたレゴクリエイターアクアリウムもレゴストア限定品となってます。ご覧ください、この箱のバニーの完成度めちゃめちゃ高そうです。生き物系のレゴクリエイターは毎度完成度がすごい高いんですけど、今回もめちゃくちゃ完成度が高そうです。今回はこちらのワニ以外にヘビとカエルに組み替えることができます。はい、箱の後ろはこのようになってます。あ、そうそう、今回のレゴクリエイターって割と箱めちゃくちゃ大きいんですよね。いつも組み立てている生き物系のレゴクリエイターの2倍ぐらいの大きさはあります。では開けます。はい、箱の中にはパーツが入った袋が全部で3つと説明書が3冊です。はい、今回の動画ではこちらのワニを組み立てます。
レゴクリエイター、ワニです。うわー、これはもう最高。はい、いや、これ僕が今まで組み立てたレゴクリエイターの生き物系でめちゃくちゃいいぞ。いや、これは素晴らしい。これ1個しか買わなかったんですけど、2個買えばよかった。いや、これ2個買いたかったんですけど、このレゴクリエイターワニ1個4700円したので、2個はちょっと買えなかったな。いつもの生き物枠は2個買ってるんですけど、いやー、これも2個買えばよかった。自分のバカバカ。はい、ではドアップで見るとこんな感じです。うーわ、もうこれいちいち細かくて完成度がめちゃめちゃ高い。はい、ではまずはこちらのワニから見ましょう。思ったんすけど、このワニめちゃめちゃでかいです。横幅はこのようになっていてめちゃめちゃ長いです。上から見るとこんな感じで、もうこれ完全に本物ですよ。今回見た目の時点でほぼ100点ですね。いや、素晴らしい。裏面はこのようになっていて綺麗にまとまってます。はい、では近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。この頭部ね、いい。はい、もうこれ本物のワニと言ってもいいぐらい。目はこのようになっていて、これはレゴクリエイター深海の生き物のサメの目と一緒です。はい、そして口はこのようになってます。今回口周りの造形がものすごいです。ちなみに口の中はこのようになってます。はい、では続いては胴体です。胴体のこの背中のパーツは一つずつになっていてすごいリアルです。前足と後ろなんですけど、基本的には造形は一緒です。はい、そして尻尾はこのようになってます。はい、ではこちらのワニの可動について説明します。まず口がこのように開きます。マックスここまで開きます。これ本物のワニだわ。そして前足はこことここがボールジョイントになってますので、このようにグリグリと動きます。後ろ足は前足と一緒です。そして次はこちらの胴体がこのようにグネグネと動きます。ちなみに中はこのようになってます。尻尾全部はボールジョイントになってますので、こんな感じでグリグリと動きます。はい、そしてこのレゴクリエイターワニについてくる付属品について説明します。左が鳥で右が魚の骨です。まず鳥はこのようになってます。鳥についてはいつものレゴクリエイターについてくる鳥と一緒です。はい、そしてこちらが魚の骨です。何気にこの魚の骨がめちゃくちゃ完成度高いです。裏面はこのようになってます。はい、可動範囲を生かしてこのようにポーズを取らせることができます。いや、もうこれが4000円はもう安い。はい。そしてこのワニの口のここのジョイントに鳥を置くことができます。はい、こんな感じです。あ、これイカに食べられそうですね。ちなみにこのまま下ろすとこんな感じで止まっちゃいます。はい、箱のようにポーズを取らせてみるとこんな感じです。これはすごい雰囲気が出ます。じゃあ最後大きさ比較いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。ああ、もうこれ完全にバイオハザード2のワニじゃん。いや、でもバイオハザードのワニはこれよりもうちょっとでかかった気がするな。なんか世界最大級のワニみたいですごい好きです。では続いてレゴマリオと並べるとこんな感じです。あ、でも大きさ的にマリオの方が一番サイズ的にしっくりくるな。といえばマリオにワニのキャラクターっていたかな。まあ、これはいっか。はい、レゴクリエイターワニはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイターワニを組み立ててレビューしていました。今回のレゴクリエイターワニはめちゃくちゃ良かったです。まずこのワニが思ってたより大きくて、さらにいろんなところが動くので迫力のあるポーズを取れることができます。そしてレゴクリエイターワニのパーツが結構小さいものもあるので、これはパーツ集めには結構最適なクリエイターだと思います。で、時期的にそろそろクリスマスなので、クリスマスプレゼントにはめちゃめちゃおすすめできます。ちなみにこちらのレゴクリエイターワニは Amazon だと4200円で売ってますので、気になった方はぜひ組み立ててみてください。はい、今回の動画まだまだ続きます。次の動画ではワニからこちらのヘビに組み替えます。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。